おはようございます。2018年8月15日、古民家風の家、最後の朝ごはんです。じゃーん、今日はこんな感じ。なんか色が地味だね。だけど、昨夜の晩ごはんの残りなんだけれども、これはね、ナスとね、サバ味噌のサバ缶煮込み。もうナスとこのサバ缶だけ。っていうやつと、これは今朝ささっと作ったいつもの大根サラダに厚揚げ焼きと、昨夜作った ナスのお味噌汁の残りとご飯と、まあ例によって、はい、この美味しいそぼろ納豆です。まあこんな感じで色は地味ですけど、まあちょっといつになくちょっと晩ご飯風の残り物だけれども、充実してる朝ごはんっていうことで、今日はこれを食べて一日頑張りたいと思います。8月15日、敗戦記念日ですね。もうほんと暑いけど、今日も一日、もうお盆も終わり、夏休みも終わり、ですが、皆さん今日も一日元気に過ごしましょう。はい、古民家風の家、マダムゴンでした。いただきます。これ案外ね、酒のつまみにもなって、濃い味なので美味しいです。はい、いただきます。